するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。トン4曲3門場開始してください。さあ手配開けてください。供託が4本になりました。供託4本3本場。松本さん、あれほとんど松本さんがお気になった供託です。やっぱ返してほしいですねぜひね。さあトン4曲が続いて今ドラの難から打ち出しました。親の第1打、うん、まあ、これは、まあ、手配が超バラバラなことも、まあ、超バラバラはあんまないかな。まあ、でも例えば単ヤオの、まあ、2,8,4,7 とかなんかすごいバラバラのターツがいっぱいある中でも、どうせもこの曲は絶対降りないで、今泣かれなさそうな、一番泣かれない順目なんで、なんか泣かれにくい、うんうん、で切ってる可能性もあるんで、めっちゃ手配が整うとは限らない。おー、なるほど。いきなりこうドラを見せつけられるとヒヤッとしますが、うん、 そんなに怯えなくてもいいってことですね。そうですね、最近はいろんな戦術流行ってるんで、まあ、なお最初に切ってね、なんか薬牌でもなんでもないんでね、今回はより使えない、2枚3枚ないと使えない。さあそしてこの手はどうですか。ちょっとやり直したい、もう変えたいこの曲の人生やり直したいですね。変えたいけど、うん、まあ配られたものはしょうがないの で、 そうです、ね、諦めずに、まあ何を切るって選択肢もあるんですけど、どういう方向で頑張りますか。うん、まあ一番重ねたいのは今ペイが重ねたい役配、うん、あとはもう役を作りたいんで、僕は一通もちょっと見てます。想図の、想図の横伸び。そう、やっぱ高い打点でリーチを上がるのはもちろんしたいんですけど、それよりも仕掛けて上がりたいですね。多分この難切りもそういう意味合いが強いんですよ。やっぱ難があると仕掛けられないくなっちゃうんで、単ヤオとか役配、もしかしたら普通のハックとか持ってる可能性ありますけど、あ単ヤ、まあでもどっちかというと単ヤオメインとかが多そうですね。なので難はどうですか。まだ持ちます、合わせます、それとも他のとこ切ります。まあ、まあ、仕掛けるって言っても結構ちょっと夢物語系で、まだねちょっと遠いんで、リーチの方がなんなら早そうかもしれないんで、難重なったら普通に打点アップにつながるんで、とりあえず、はい、残しましょうか。 E1 から切ります。はい、数番もありますし、ちょっとね手形が自分が悪いので周りの速度感は気にします。これこそ気にしますね。だからまず何が切ってきた人がどんなもんなのかと。下茶ですね。うん。うん。これトンもね、役配の重要な一つなんで。ドラ表に1枚使われています。うん、僕はここで、まあ、役配でも何でもない、ここシャー切ります。はい。自分に関係のない配、うん、まあ、トンもペンも重なったら嬉しいですね。うん、もうそろそろ、もう何いらねえかなって思ったんですね。まだね2巡経ったばかりですけど、なんちゃに泣かれたらもう結構災難なんで、その後のね、うん、まあ、でもちょっとラス目なんで、なんちゃの方がな、あの 役になるなんちゃの人が、うんうん、なんで、まあ、そこに泣かれたら降りればいいかなってちょっと思ってます。ハク、これも重ねて役になる牌したいんですよ。なので僕ここで何切っちゃいます。ドラを切りました。切ります。これね、ハクペイ、何が重なった遠いリーチドラドラより、うん、ハクペイトーンが重なる方が痛いですね、はい、さあそしてすでにもう何が場に3枚見えました。今重なってスーって言ってましたねなんちゃの人いやそうですね、スーって言ってた。なんでまあこれ難しいですね。9番場に2枚切れ、これね一応7、8、9と6、7、8の3色も一応見えるんで、うん、難しい。どうしようかな。その伸びを諦めるか、それともこう他の一手もありますか。まあ言いそうね、一応現物、親の現物でちょっと残しときたいのと、一通に使いたいっていうのがあるんで、うん、触らないですね。いやー、これ難しいね。ピンズあたりもあります。自敗一個ほぐしたい感じがしますね。3枚を1枚減らしますか、うん、なのでここはドラ表にあるトーンからいきます。お、なるほど、うん。あとダブトンが統一だった場合ってね、お初かポンされた。トイメン初を仕掛けていきます、うん。1枚目の初から動きましたね。ダパッソーです。そうですね。ダブトンが統一だった場合はね、1打目なんじゃないケースが結構多いですね。薬牌が統一だったケースじゃないことのが多いかな。あ、薬牌ポンだと、はい、まあ、ドラ重なってもそんなにお荷物にもならないし、嬉しいんで。だからドラの なんか自敗をね、切ってきた人って結構、うん、パンパイじゃない、しかもおたかぜの字だったときは薬牌の統一を持ってないケースが多いですね。なるほど。
まあ、こうなってきたと。横に伸びました。うん。初泣かれちゃったんでね、もうちょっとこう難しいですね。でもね、今回ドラがすでにもう3枚見えてて、もしこう、打った時に高くなる時、他の手役絡まない限り。そうなんですよね。安いですよね。だからまあ一番怖いのは親のリーチですよね。ああ、面前でこう、横に曲がった時ですね。そう。なので、まあここも、これ今回ね、ハック、ションパイのハックからいきます。まだね、ちょっとイーソーとパワー1にちょっと色気あります、僕。やっぱこうですね。ハックの1枚持ってたってことですよね。ドラの難をよりも他の役を作りに行きたい。僕と同じこと言ってるってことですね。松本さんと一緒でしたね、思考が。さあ、そして、トイメンは少し考えてパワー1を選んだ。第1打でね、9、う、ワ、ん、打ってるんですけど、手出しパワー1ってことは、ロー1を持ってそうだなぐらいですね。おワンズ。うん。で、ロー1もこれもうポンが入ってないんで、もしかしたら6-6-8とかはないんじゃねえかな、みたいなとか。そうですよね。まあ、ポンしてないケースもありますけど、これも積んでいます。今は役付けに行ってます。1通か、3色か。まあ、ピンフにもなりそう。なりそうですね。にはなってきている。か、ペイ重ねる役配、うん。ロー1持ってましたね。単純のパンワン、パンチ1外しだったんですけど、まあ、ミソなのが、これもパワー1、ロー1って切ってるところですよね。はい。6、8じゃなくて、6は後にしてるんで、2筋に、ロー1を。全くいらないそのカンチャン外しなら、危ない6からいきますよね。うん、もしかしたら、これ、ウー1も持ってる可能性ありますよね。スー1とかウー1とか下に伸びてる可能性ありますよね。まあ、そういう感じ。だけど、お予測はしとくってことですね。こういう形で持っているんじゃないかと。うん。そして、やっと一メンツ。はい。これね、6級はもう4枚目になっちゃったんで、うん、もうちょっと6、7、8とマンズの上のメンズがちょっと厳しくなったんで、はい、しかも親の現物でもないんで、ここパワー1切ります。はい。ちょっとね、色気あったパワー1がもうさよならになりました。そう。でも今度はペーカー1通に絞ったり、ピンフに絞ったり。ゆっくりではありますが、形まとまってきましたね。うんうん。手出し吐く。つもぎりの言いそう。さあ、どうだ？はい、ターツは足りましたか。うん、ターツ足りましたね。しかもこれローンパワーローンは外した後の2枚入りの白切ってきたんでテンパってる可能性もありますね。対面、うん、それでまあローワンがねこれむねあれなんですよね。パワー1切った後に、まあ、ローワン通ってローワンポンかかんなかったじゃないですか。かかんなかったです。だから一番重要なのはこれゴロロっていうスッチーワンだったっていうケースが今ないんですよね。ゴロロ、そうですね。ゴロロの時にポンしてないってことは、ね、これは、単純に、5、6、6、8から8切っといて、まあ、スッチ1の受けがありますよっていう状態じゃないんで、これスッチ1は通りますね。うんうんうん。うん、スッチ1はかなり通ることが多い。で、E1 自体も仕掛けてないですしね。そうなんですよね。うん、なので、まあ、これだからマンズが普通にロー1が置いてあるってことは、まあ、4、4、6、8とか。4、4、6、8。うん。5、5、6、8とか。で、まあ、で、こうやって、まあ、下に持ってるかなとは思いますけどね、これ6が。ただね、何でもパターンはいろいろあるんで、まあ、スッチーワンは当たんなそうだなっていうことはちょっとわかります。なるほど、はい。で、自分の手ですね。まあ、今回。これでまあね、一応ターツ当たりたんで、もうここでまあ当たっちゃうかもしんないですけど、親の現物ペイ切るのどっちかするかってなった時に、はい。まあ、ペイ重なったらまだめっちゃ嬉しいんで、当たってもいいかもしれない。当たるかもか。あ、まあイーソー取ってるんで今これ当たんないですね。うんうん、もうこれもイーソーからいきます。なるほど。親の現物は今9層あるんで一応。今ありますもんね。そうですね。うん、ペイも通りましたね。手出しでした。ペイ手出し。ヤンピンつもぎり、うん。このペイの手出しはね、1枚なのか2枚なのか分かんないですね。そうですね。まあ、わかんない。ペイぐらいな。一応ペイ取ってないから取っといて、まあ、ペイぐらいならって言ってきてる可能性もありますし。やっぱ、みんな見て進んだかってことですか、そうなると。そうですね。はい、来ました。これ、チーピンですね。チーピンなんですけど、これ、最後、カンチーソーのテンパになったらどうするんですか。これはね、リーチ打つ価値ありますね。あ、リーチ打つ。これはやっぱり、ただのリーのみなんですけど、まあ、今回ドラも4枚見えてて、うんうん、まあ、供託込みで4900点落ちてると。まあ、リーチドラドラみたいな感覚でリーチ打ちますね。なるほど。はい。なんで、まあ、これもペイ今通ったんですけど、ペイ今切ればいいじゃんと思うんですけど、はい、親が今来た時にチーピンがローンになっちゃうのが、親のリーチにチーピン打ってね、5800とか言われるのすごい嫌なんで。嫌ですね。あそこに1000は1900打つんだったら、まあ、ヨシの構えでチーピンから行きます。
とた。さあ、通りました。トイメンの初のポンの仕掛けは、まだまだ通っていない牌が多いですもんね。そうですね。まあ、マンズがちょっと、残党なのか。でも、つもぎりが続いています。うん、まあ、なんか、相当結構テンパってるかなと思いますけど、かなり。自分のこの上がりの方が、大事。大事ですね。うん。これもね。スーワンね、もう通ったんですよ。通りますし、うん、多分まあ、亀ちゃんの人もスーワンが通るだろうなって、まあみんな結構共通の認識かなと思うんですけど、まあスーワン1枚切れてて、急走も1枚切れてるんで、シャンポン部分も弱いんで、これも同じ理由で、親に通ってないスーワンから先に切ります、うん。今回やっぱりこの仕掛けが入っているんですが、それよりも親のリーチに備えている感情が強いですね。そうですね。気持ち親のリーチ、まあ上がりたいのが一番の。手出しパピン入りましたね。あれはどうなんですかね。まあ何でもあるかな。これスライドの可能性もあるし、今こう手代わってのテンパイもあるのか。もありますね。待ち替えとかもありますよね。待ちを変えた。うん、まあ一応これ2目払ってるわけじゃないんで、一応感知は払ってるだけなんで、もしかしたらねまだ愚形だったかもしれないですよね。キューピンのシャンポンになったとか、うんうんうん、ありますね。ただ分かるのは、チーピンが通ってるんで、僕、チーピン切ったんで、まあ、カンチーピンからの間違いです。チーピンになったとかはないですよね。確かに。チーピン切ってる。分かりやすい。はい。これ、さあ、どうしましょう。これはね、もう。あっちもこっちも来ましたね。これ、目いっぱいですね。これ、まあ、三蔵と小僧と九蔵、三郎僧と小僧と九蔵、さらに増えたんで、これはもう外す材料がすでにないんで、はい。ペイも安全牌ってことで、親に対して。一番目いっぱいにする、ダペイ。うん。親は絶対にまだね、降りてないんで、親はイーシャンテンぐらいの可能性はあるかなと思って見てます、うんうん、ウーワンをしてて。でもやっぱりテンパイはなさそうってことですね。うん、おっ、G1。さあ、G1。お、普通の G1 だ。くっつきだったんですかね、最後。あの、899と33で、56先決めたってことですよね。そうですね。うん、あー、なるほどね。そうか。そうすると。いや、ローワンポンしなかったってことだよね。うん。あ、じゃあ、十分。後引きですね、やっぱり。ポンしなくて、十分系じゃなかったってことだ、うん、普通に。目いっぱいには進めなかったってことですね。めちゃくちゃ読み外れてたね。迷彩になった、なりましたね。そう。ああ、さあ、では手配見ていきましょう。今回は、現在、ラス目の、トイ面の上がりとなりました。全員イーシャンテンですね。あの、はい、上がったなんちゃの方以外はイーシャンテン、うん、まあ親はね、まあ、イーシャンテンのは想像してたんですけど、まあ、ここもちょっと分かんないけど、まあ、スーワン一応通りそうって言ってもスーワンって言ってきてたんで、うん、今回初のみでしたけど、テンパネでしたね。テンパネ1000点、まあでもそれでも OK だと思ってみんな打ってると思いますね、うん、1300、1900出す目に打つ分には、それよりもこれを取った時の展望があれがでかいんで、うん、押していきましょうって考えですね。だから押していくんだけじゃなくて、あとはここの動向を見ながら手に溺れて打っちゃうのが一番ダメなんで、はい、まあ、自分の上がり優先にしつつ、それが一番の課題で、2個目に、まあ、しょうもないリーチに、うん、しょうもないリーチを打ったりとか、まあ、しょうもない手でちょっと頑張っちゃって補充して、うん、強弱取りに行って失点しちゃうのはまあ良くないんじゃないかなって、うん、ちょっとバランスですね。はい、さあ、では次回から難入となります、はい、はい、上がれるように頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。